ラジオネームポンポンリングさんからです。ここが変でをバイト先のコーナーに送らせていただきます。最近厨房の冷蔵庫からスズムシの風流な鳴き声が聞こえてきます。え？多分毎年寒くなるとまあまあの日数で鳴いているので、あの中でハーレムが形成されている可能性が高いです。お二人がもし勤務中にどうしようにもならないところからスズムシが鳴っていたら嬉しいなって思いますか？とのことです。思いますか？はいかいいえってこと、これ。まあそうでしょうね。いいえですね、別に。いや、嬉しくはないだろ。めちゃめちゃ探すよね、こんなん。いやー、例えばベッドの下からスズムシ鳴ってたらもう。ちょっと面白い。それはいいかも。え？嘘？怖？ちょっとおもろいかも。ああ、寝てる間のね、食べ物増えて、もう。怖い。自分で入るとかじゃなくて、ね、いやほら、そう、朝ごはんいらないね。厨房だとね、厨房だとやっぱりその、あるじゃないですか。衛生がね、保健所が横にいるね。そうそうそう。だからちょっと怖いけどな。あと、ないコーナーですよ。ここが変だよ、バイト先っていうコーナーは。確かに。たまにいる、なに？これ何？これ、最初の方の虫焼いたやつだろ、これ。同じやつだろ。同じやつだろ、これ。前日だろ。まず虫がいるとこね。エピソード0が今。そうそうそう、このスズムシもどうせ焼かれるんだな。はい、そういうことで、皆さんお察しの通り、水沢さんがね、3回目の来訪です。こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。本当にこんな夜遅くにね、ヤシココンの本当にね。すいません、すいません。どうなってんの？どうなってんの本当に。すいません。その、ね、どうなってんの？すいません、すいません。繁忙期？ 11 月に。特には。もう、でも本当に最近残業ばっかで。困っちまってます。え、繁忙期じゃないのにこれ、その繁忙期では特にないです。繁忙期入ったらどうなっちゃう？繁忙期入ったら、繁忙期ってあるんですか？繁忙期はあるんですけど、はい、基本的にはこれからですね。うちの決算的にはこれからだし、そうなると、基本的に最近は8時ちょい超えくらいに帰ってるんですけど、かわいい、うん、まあ9時超えくらいもちょっと見えてくるかなっていう感じですね。収録どうなるの？どうなっちゃうんだろう、もう。そうですね。僕は何時でもいいんだけどね、僕は。マジで。僕繁忙期過ぎたから、逆に。ああ、じゃあ、もういい。電車の中で撮っていい？電車で。おい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 お自己満足っていう、急にやばいおじさんだけど。確かに。タイトルコールが。YouTube に転載されますよ。そうそうそう。ということで、ちょっとね、最近は忙しくて、今日も、まあ、急遽収録決まったとはいえ。ねえ。え、昨日決まったね。そうそうそう。あの、だから何も用意がしてないっていうこの。あ、そうなんだ。あの、てか、なんだ、水沢さんって何者って言われたらどうする？どうする？どうしろ？どうしようね。第何回ですか？最初に出たの。何者って言われてないんだ。あの、二人の声だけ聞かせろ、ボーイ&ガールがいただけで。水沢何者は言われてないんだ。でも、水沢何者はね、40回とかじゃないですか？ああ、正解です。40です。え？ 40 回を聞いていただければね、あの、略歴というかはわかると思います。まあ、お姉さんです。準レギュラーです。準、確かに。もう名乗ろうかな。自ら準レギュラー。もう全然いいと思います。だってゲスト一人しか来てないし、こんなにやってんのに。ね、この前もすごいクソ長お便りを送らせていただいて。確かに。4回目ですね、でした。じゃあ、あれ怖かった、本当に。なんか、オタクの長文だった。あのせいで、本当クソみたいなお便り増えたらどうしようって思ったんですけど。あ、もっとひどいのいっぱいあるんで、先週とか、先々週とかね、もう本当に、ね。あ、ね、ひどかった。本当に。三種の神器とか言わされてるから、こっちはもう、ね。ひどかった。本当許さない。治安の悪さ。ちょっと、出禁が多くなってるからね、この。本当にそうですよ。ねえ、もっと。あんたたちのことだよ。そうそう。僕はね、真面目にツイッターで恋愛相談くださいしか言ってないのね。おかしいですね。どっかでフィルターがなんか、なんかね、狂っちゃってるでしょうね。はい。まあよかった。今週のお便りこれでよかったね、もう逆に。まだ。まあまあまあ、この狂いの方面ならまだ捌きやすい。日本語できてるから。そうそうそう。日本、まあ読めますしね。そう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 、意味も通ってる。なんか、ひらがな漢字、カタカナで書いてある意味不明なお便りはもうやめてほしい。もう、ね。ね。読むだけになるんで、このままじゃ。え？ああ、ちょっと。え？何今の？なんか鳴った？通知が来たじゃない、もう。え？何？本当に。なんかシャラシャラ言ってましたよね。めちゃくちゃかよ、今
りした。こっちがびっくりしましたよ。雑談すぎる。ちょっと待って。今日ねウォーミングアップなしで言ってるの。あ、そうだった。そうそうそう。もう僕もね疲れてるからね、もうよくわかんないことになっちゃってますよ。もう行く？行こう。はい。じゃあ前と同じ感じで。あ、はい。はい。よし、ここ。骨氷。水沢の。ラジオ自己満足。はい、そういうことでね、先ほども話した通り、はいはい、昨日3人で撮ることを決めたわけですね。まあそもそも今日撮るっていうのはヤシココと僕の間では決まってたけど、まあ、2人でね、普通に。そうそうそう。でも話題は決まってなかったから全然。まあまあまあ。そうそうそう、よかった。で昨日そう水田さんが、はい、なんか撮りたいってことらしく、おしゃべりがしたいってことでね。そう、あの撮りたいではなく普通におしゃべりしたくて。ではないっていうのもいいか、まあ撮っても大丈夫なんですけど。あ、よかったです、よかったです。そう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 。そういうことで何ですか、何があったんですか一体。ちょっとね、骨氷さんがね、はい、いつまで経ってもお約束をね。ちょっと僕ね、あれ、はい、風俗に行けない宗教入ってるから今。風俗行くと首が飛ぶ宗教入ってるんですよ。もう裏切り者が。ええ、うん、そう、うん、そう。そうだ、もうしゃあないですよ。そう。だから、水沢が行ってきました。ホストクラブ。やったー、知らねー。最高ー。ローランドしか知らない。まあそうですよね。そうですよね。そうそう、ちょっと。最高すぎ。ですよね。経緯からお話ししてもいいですか？なぜ？どうぞ、もうどんどん。あ、ありがとうございます。土曜日か、土曜日に、うん、土曜日じゃない、金曜日に札幌にいたんですよ、はい、私。なんで？急。そう、なぜかというと、あの、はい、推しのライブがあって、あ、札幌に遠征してたんですね。へー、はいはい、うん、で夜公演に入って20時半ぐらいに終わって、もう満身創痍でもう疲れ果てちゃって、ライブで疲れますよね。うん、でなんかせっかく札幌来て、もうライブの後に行きたいお店とかラーメン食べたいなとか思ってたのに、うん、ぐったりしてそのままホテルで寝ちゃいそうだったので、ちょっと街に繰り出さなきゃって思ったんですね。すげえ長い夜の始まりだ。で、撮ったホテルがすすきのの近くだったので。おー、すごい、さすがに名前知ってる。夜の街、うん、そうそう。で、すすきのって本当に私も初めて行ったんですけど、めちゃめちゃ楽しくて、歩いてるだけでもすごくキラキラしてるし、そのキャバクラの看板、ホストの看板とか、あと飲み屋もたくさんあるし、そのしっかりそのいかにも風俗店みたいな看板もいっぱいあるんですよ。へぇー。ドピンクのね、そうそうそう、紹介所、そう、紹介所もあるでしょうね。あ、あります、あります、いっぱいありました。はい、なるほど。で、半分旅行範囲で、その疲れたから誰かと話したいなって思って、せっかくだから行ってみちゃおうかな、ホストみたいな感じで。旅行のテンションってすげえな。で、普段だったら絶対に行かないけど、なんか旅行範囲になってて、その、すすきのホスト初心者って調べて、はい、行ってみましたっていうところが、まず経緯のところですね。すげえ。自分じゃないな、疲れちゃうから。ノリじゃん、もう完全に。うん、本当に、ノリで。ノリで行かずして何で行くって感じですけどね。そりゃそう。そりゃそうでしょ。で、こっから何話せばいいですか？え？レポ？あったこと経緯で、なんか。入ってからまず最初着席までじゃないですか。わかりました。入って、黒服さんじゃないか、ナイキンさんに、はあはあ、あ、一人で、初めてなんですけどって言って、おどおどしてるな、うん、そう、
行って、なんか、ちょっと初めて感をオーラから出していかないとなと思って。こなれたやつが初めてですって言ったら嫌だもん。そうそうそう、初回嵐だと思われたら嫌だから、なんか本当に観光客ですみたいな感じで入って、なんかそのお店は、その初回は、その1000円前払いで、はい、飲み物がその1000円の中に、今日月のハーフボトルと、あと割り物がつきますよみたいな感じ。で、本当に、11時ぐらいだったのかな行ったんですけど。まあ、1時まで入れますよ。3時間ぐらい入れますよ。1000円でみたいな感じです、ね。そりゃ初回嵐するよな。そんなコスパいいならね。確かにね。ねえ。確かに、このコスパだったらね、全然居酒屋とか取り切るより安いし。そうそう、カラオケとかよりも安いもんな。あ、確かに確かに。カラオケね、1時間1000円ぐらいしますもんね。そうそうそう。夜だとしますしね。ねえ。なので、ちゃんと1000円お支払いして、ちゃんと年額もされて、はい、で、払ってから、お客様ご来店です!ラッシュスーって言われながら、今んとこラーメン屋と一緒だけど、金額お客様ご来店です!よし、でも本当にそんな感じでした。男性しかないし。いける?僕いけます？ああ、めちゃくちゃ笑うかもな。ナイキンさんが惚れ氷だった。首ぶっといナイキンがもう。ああ、もういらっしゃいませって言われながら、おどおどしながら入りましたね。で、着席したら、はい、おしぼりくれて、なんか割り物何にしますかって言われて、なんか持ってきてお酒ついでくれる。で、スタートみたいな感じですか。はあ、知らない世界に。そうそう、僕今小説の最初の方って何も思い浮かばないじゃん。はい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 、はい、その状態、ね、その状態、そう。今草原に椅子だけある状態今。そしたら次はパネルを見て指名とかなるんじゃないですか。わかんない、僕もそんなに詳しくない。フリーなんですか最初。そうそう、フリーで。なんかパネル指名とかもなくて、あ、そうなんだ。そうそうそう、そのお店はですけど、待ってたらなんか変わる変わるいろんな人が、ホストの回転寿司だ。大回転。は。そう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 。大回転あんま良くないかも。本当に回転寿司みたいにいろんな人がぐるぐる来てくれて、あ、ちょっと名刺見ながら喋っていいですか？どういう話したか思い出します。ああ、すげえ、名刺見たら思い出せんだ。ちょっと少々お待ちくださいね。さすが営業さんですわね。一旦ミュートします、はい、なので喋っててください。ちょっと待ってね。ありました。ちょっともらった分だけなんですけど、はい、ついてくれたのが何枚ですか。 1,2,3,4,5,6,7,8 10人ついてくれました。何時間？ 3 時間？ 3 時間ぐらい？まだ20分、1人20分。あ、10分20分。体感としてはもう10分ぐらいでした。休み時間じゃんか。いや、ほんとそう。ね、休み時間話そうとこじゃん、もし。で、なんか多分金曜日で出勤はいっぱいいたけど、お客様があんまりいなかったからこういうことになったんだと睨んでいます。あるんだ。はいはい、で、まず、はじめが、ちょっと名前は言わない方がいい。普通の紙の名刺の方で、リュウくん。リュウくんは、はい、私が本当に、はじめましての、はじめましてだったので、ホストさんが。あ、一人目マジと。そう。本当に、本当に勝手がわかんないから、普通に、そのホストクラブにおける掟を教えてくれました。優しい。そう、最初は。なんかあるんですか、ルール。あ、なんか最初は、その、ホストが来て、お隣いいですかって言われながら、名刺を渡されるので、あ、受け取って、その、隣に座らせてあげて、その、ドリンクいいですかって聞かれるから、はい、どうぞって言えば大丈夫ですって言われました。そりゃそうだろ。まあ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 、あるからね。そういう流れがあるからびっくりしないでねってことですね。そうそうそう。で、なるほど。その一番最後に送り指名っていうのがあって、そのついてくれたホストの中で、はいはいはい、誰に送ってもらうか選べるから、それも考えといた方がいいよって言われました。あー、
それ選ばれることなんかあんのかな、ポストの中で。あるんじゃないですか、ね、あるアフターとかもあったりするだろうし。なんかね、送り指名初回でも選ばれると500円バックがつくらしいです。500円いいバックだ。まあまあまあね、ね。あとはやっぱあれですよね、うん、なんか夜のお店とか初めてとかだと、その何、店員側に飲ませるっていうことが分かんない人がいるかもしれないですね。あ、自分が飲んでばかったのね。あ、そうそう、自分が飲むことしか考えてないとか、やっぱり夜の人はそういうのも説明してくれたいい人ですね。そうですね、リュウ君。そう、それ以上は、まあ、初回だから1000円以上かかんないからみたいな感じで、これはこの方は、まあ、普通の紙の名刺のリュウ君でした。すごいな、チュートリアルじゃん。紙の名刺を押すことないのにな。そう、チュートリアルの竜です。あ、全部ついていくぞこの。で、2番目、ゆうきくん。ゆうきくん、ゆうき、ゆうきくんはね、はい、結構ピアスがいかつめの男の子でした。はいはい、あら、かっこいい、うん、で、多分大学生で未成年って言ってたかな。あ、いますよね、未成年ホスト。そうそう、結構ね、いた。まあ、18以上であればいいのか、一応ホストさん。そう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 、18以上だったら大丈夫だから、お酒は飲まなければいいみたいな。へー、うん、で、ゆうきくんはね、なにわ男子の長尾健人くんに似てた。へー、結構かっこいい。きれ、かわいい系、かわいい系ですかね。なんか長尾健人の顔をぐしゃっとさせた感じ。おい、ぐしゃって、ぐしゃって。で、なんだっけ、ネイビーのネイルをしててとても可愛かった。ああ、可愛い、うん。あと、骨氷さんが全く長尾のことを知らず。はい、今ググりました。はい、わかりました。今ググってました。ごめんなさい、ごめんなさい。長尾さんのことを知らず。ジャニーズに疎くて、ちょっとすね。おじさん、ちょっと。ジャニーズ少年隊からよくわからないでしょ。そうだね。ゆうきくんは、そんな感じ。そんな感じ。そんな感じでした。長尾のゆうき。ネイビーネイルのゆうき。ネイビーネイルの。はいはい、それしかなかった。はい、失礼しました。あと、まあ、悪い意味で何もなかったってことね、逆に。あ、いい意味で何もなかったのね、ある、逆にね、捉える。あ、そうですね、なんか悪い印象も特になかったっていう、普通に楽しくお話できた、まあ、グッドコミュニケーションだったって感じ。あ、まあ、まあ無難なことが一番いいかもね、もう。そう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 、本当かな。ホストだったらやっぱり一芸残さないと。え、そう、うん、あ、でも確かにその楽しく話せたな、グッドコミュニケーションだったなだけでは、送り指名はしないかも。そうそうそう。え、ベロを筒状にして酒飲み始めたら面白いこと。なんでそういうさ、狂気の話。ベロストローしまーすって。やば、それなんかいいですね。ヘルプについてもらいたいかも。よかった。はぁ、本指名には絶対ならない。よし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 。本指名じゃないけど、ヘルプいただきましょう。ラーメン屋出てベロストローいただきましょう。キッショー、キッショー、ベロストローの骨氷。気持ちいいでしょ。いや、まあね、確かにあのコメディー枠でね。うん。はい、次の方お願いします。はい、次の方はね、ひなたくんは、ひなたくんは、あの名刺がもらえなかったんですけど。あ、覚えてるんですね。うん、赤が好きっておっしゃってて、ネイルも赤だったし、パンツも赤だった。パンツ赤、うん、赤の、そう、珍しいなと思った。絶対それ、うん、ね、なんか赤ふんじゃん、履いてる。赤ふんどしでしょ、履いてる。おい、え、年齢詐称してる可能性もあるってこと。え、還暦だから。違う違う違う、大ちゃんちゃんこ60歳なんだ。全部赤でしょ、棺桶も赤だし、死ぬとき。怖っ。すごい、赤が好きってキャラいいな。なんか元気っ子な感じがしてね。あ、名前からしてそんな感じかなって思う。そう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 。でもね、顔はちゃんとかっこいい感じです。安心してください。いやー、それなんですよね、さっきベロストローの骨凝りって言いましたけど、僕別にかっこよくないっていう。これ本当にキモい男がベロストローやってるだけになっちゃうね、これ。それはもう事案でしかないです。やった瞬間警察がね、ガチャッと逮捕だってなるからね。あ、ベロストローの罪で。そうそうそう、ね、キモ男ベロストローの罪で。あー、びっくりしちゃう。すいません、次お願いします。あ、はい、次はあのヤシココさんが気になるっておっしゃってた翼さん。あ、はいはい、翼くんで、ね、これはすごいですよ、うん、翼くんは、ね、名刺に写真載せたいけど絶対無理だもんな。
そう、名刺がすごいんだよな、その作。名刺すごいね、これ。そうそうそう。ね、その、ね、本当にすごい。まあなんか、なんかこう、ふんわりと説明するなら、うんうん、人が乗ってるけど、本人じゃなくて、知らん人が乗ってる。え、これ別に言っていいんじゃないの？ DJ おばあちゃんって。DJ おばあちゃんの、本当に、ね、お写真が名刺に載ってる。そう、DJ おばあちゃん。DJ ババア、ドットデカミラーボール。いや本当にそんなコンピューターおばあちゃんみたいなノリで言うことないからな、うん、DJ おばあちゃんってビビりましたよね。え、何これ、本人の写真裏に載ってるとかないですか。本人の写真裏に載ってますよ。お送りしましょうか。よかったよかったそんなインターネット狂いだけじゃなかった。安心したの。そうだよな、よかったです。ちょっとだってこれで終わってたらもうツイッターラーじゃん、もう道路悪いの。そう、イーロンマスク守るタイプの、ね、あのね、裏も面白いですよ。え、あ、今送りました。あー、めっちゃおもろいかも。あー、え、これ多分一番生きてる写真じゃないよね、なんなら。うん、なんかそんな感じしますよね。全然実物の方がかっこいいと思う。なんかね、これもっとかっこいい顔できるじゃん、絶対。うん、できると思います。後ろのなんかやつ、背景希望なんで宇宙なの、ずっとなんか、リスコみたいな感じですよね。あ、ドデカミラーボールがなんか地球に降り注ぐときみたいな感じになってます。あー、この後ね、でーてててててけてて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 てあ、そうかも。ミラーボールが。実際話してどうでした？実際話して、なんか盛り上げタイプっていうんですかね。その、ワイワイ系で、そうだよ、ミラーボールだ。うん。で、あれだ、はいはいはい。なんだっけな、あの、自分、ことをなんだっけ、パネマジって言ってたんですよ。え、ま、パネマジパネマジワイショー。僕が言うなって。よかった、よくなかった。パネマジって言ってて、パネルマジックが結構あの特技だというふうにおっしゃっていました。え、でもこの写真よりはかっこいいってことですね。でもみんなにあんま伝わんないけど、外にちゃんと出してる公式の写真の方がめちゃめちゃかっこよく盛れてるみたいな。で、なんか意外とその盛り上げ役、もうワイワイ系のお客さん、ホストのお客さんの方がメンヘラが多いらしいっていうのを聞きました。わかる、絶対そんな感じする。そうなの。あ、わかります、ヤシココさん。そうなの、感覚としてめちゃくちゃわかるな。そうなんですか。いや、自分がそういうあれじゃないからわかんないですけど、うんうん、なんかガチ恋営業するとかだと意外とサバサバしてる人の方が多い気がします。あ、もちろんメンヘラもいるだろうけど、なんかこういうメンヘラってちょろいから、こういうワイワイ系の方が高かったりするかも。なんか優しくしてくれるしみたいな感じで。そうか、ワイワイ系はみんなに優しくすんのか、結局。うん、でもなんかどうでしょうね、ナンバーワンにはならなそう、ワイワイ系出てもナンバーワンにはならないけど、うんうん、店的には大事なホストなんじゃないですか。あ、確かに、その空気をね、演技、そうよくする。みんなね、ツンケンしてたらもうすごいもんね。ナイキン参謀げっそり、ね、なるからね。殺伐としてたら嫌ですもんね。あ、で、この方から、ラミネートの名刺をいただきました。ラミネートの名刺？ラミネートされてるんですか？最初にお話しした、その、リュウ君とユウキ君は、普通の会社でも使うような紙の名刺なんですけど、硬いんですよ。音聞こえるかな？あ、聞こえる。そう。あ、確かに硬そう。ホストメンコの動画を出したと思う。これ怖い、急にさ。これ本当に怖かった。本当に怖かった、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。ね、ネタでやったんですけど、でもホストメンコができるぐらい結構しっかりした。ペチってる。ごめんなさい、ごめんなさい。結構しっかりめの名刺で1枚30円ぐらいで作れるらしいです、これは。1枚さ、結構高いなぁ。そうですね。割り歩くわけですからね。ね、紙の名刺と比べたら全然高いですよね。次は5人目ですかね。はい、5人目が、成瀬さんという方で。成瀬、ああ、成瀬ね。結構ね、なんだろうな、すごい顔がかっこいいっていう感じでは、ないんですよ。お顔がかっこいい。自分かってもというと？というと、なんかちょっと厚めの人へで、熱血もいんの？
ポスター違う違う、そっちの集めじゃない、熱血のナルセがいい、違う違う、聞いてちゃんと話あ、ごめんなさいごめんなさい、一人で盛り上がっちゃった唇熱いのかな、でっかく唇はね唇は薄いんですけど歯並びがあんま良くない、だけどその髪型はちゃんと金髪っていうんですかね、ホストの髪型している、物理的に熱いってこと、え、ごめんなさい普通に聞き取れなかった、え、物理的に熱いってことですか、熱熱熱熱熱体から蒸気が、そうだね、オイラーボイラー、すごい素晴らしい好きだね、ホストクラブがサウナになっちゃうじゃないですか、握ったグ握ったグラスがもうグツグツ煮出すとか、そういうそれちょっとおもろい、何が厚めだって、あ、一重で、まぶたが厚い、あー、はい、ごめんなさい聞き取れなかったですか、失礼しました、あ、すいませんすいませんすいません、で盛り上がっちゃった、僕が盛り上がったせいがすいません、マジでで、ナルセさんはその顔が別にそこまでかっこよくないっていうタイプなんですけど、あの、うん、ナンバーフォーなんですよ、お店の、おーよー、なので話してるのがすごく、なんだろう、女の子に寄り添う話し方っていうんですかね、そのうんうんって全部聞いてあげて、あ、え、それでそれでって言ったりとか、でもたまに今の僕の正反対でね自分の話ばっかり自分がしたいこと言ってるだけだ、ボケたいことをボケてるだけだから、はいはい、素晴らしいですね、ちゃんとキャッチボールになるように自分の話もその挟みつつ、ね、共感も入れていい営業マン、そう、あで、ね、成瀬さんが唯一他のホストさんと違ったのは、一番最初から私の隣に来なかったんですよ、真ん前、そう、一回真ん前に座ってお酒を作ってで、ちょっとお話ししてから隣行ってもいいですかって言われたのが、気遣いできるな、そう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 、すごいね、はい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 、ね、いきなり隣来られるとわーってなっちゃうから、すごくそれは、あ、さすがだな、ホストだなって思いました。2年ぐらいやってるらしいです、ホストは。でも、3年目でそのテクって結構ね、心得てるね、すごい、もともとモテ王なんだろうな、多分、うん、あ、でもそうかも。あ、でもね、あの、プライベートではすっごい人見知りっておっしゃってたから、なんだろう。ちゃんと仕事の顔なんだ。そう、ホストとしてのその仕事の顔が確立されているんでしょうね、きっと。え、割とちゃんと知ってるホスト。ホストがホストね。ホスト身を帯びてるホストだね、ちゃんと。面白い。ちゃん、チャラチャラしたいからやってるわけじゃなさそうだよね。うん、ちゃんとお仕事としてきっちりやってるっていう印象を受けました。おー、すごいなぁ、うん、熱いナルセ、はい、ナルセ NEXT、ね、順番がわかんないんですけど、カオルさん、なぎさカオルくん、ええがね、来ました、 CV がえ、首吹っ飛ぶ最後ララ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 ラもう、あの、登場した瞬間 BGM 変わっちゃってでもね、本当になんかエヴァが好きで、この名前にした、え、ダブルエントリーしないって言われるおい、エヴァの話で盛り上がるごめんごめんごめん、ごめんすいませんまた僕のターンも聞いちゃったごめんなさい、すいません、ガカオルさんは30歳で、あー、はいはいはい、結構長い、そう、ベテランさんでした。なんかノリでホストになったらグダグダ30まで来ちゃったっていう風におっしゃってたそれが渚香織やってんのすげえもう引き返せない、渚香織としてあ、強い、すごいです、あ、まあ、でも長く続けられてるってすごい、あ、そう、すごい、この方のお話で印象に残っているのは、なんか北海道ご出身の方で、はい、なんか旅行に行きたくなって沖縄に行って、なんか沖縄気に入っちゃったから1ヶ月ぐらいその公園で過ごした、住んでたっていうお話を聞きました。あ、ちょっと、え、ちょっと怖い系ね、ちょっと今怖くなってきた、ちょっと怖い系怖いなぎさかおるね、あ、怖いお話でした。なんか、あ、行動力があってすごいって私は思っちゃいました。すごっ。え、すごっ。そこの波長は合うんだ。すごっ。え、すごっ。ちょっと自己満足的には怖い話なんですけど。あ、次行きましょうか。次が。野宿の香りでした。はい。野宿の香り。レンさん。次だ、香るかも。レンさんは、ね、はい、CP っていう役職をお持ちの方で、
CP？ うん、なんか、あ、これ、大喜利始まるぞ。CP。CP とは？ちょっと。怪しい香りしかしませんよ。大丈夫です。あ、わかった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 。はい。がピンク。チャイニーズピンクマフィアだと思ったのに。終わってるマジで。何ですか CP って。私も知らないんです。でもなんか。あ、そう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 。見てないことっすか。見てないですよそりゃ。なんかな、セントラルプロデューサー、プロデューサーではないか。なんかね、そんな P ってそのあたりっぽいよね。あー、確かに確かに、プロデューサーぽい。なんていうのかな。ちょっと一瞬調べていいですか。はい。CP 役職。キャンペーンポイントとかね出てきちゃうね。ソシャゲに。あー。チーフパーサー。チーフ。あー。なんかチーフパーサー。聞くわ。なんかチーフパーサー。聞くわ。聞きます。結構チーフパーサーって。大喜利してごめんなさい。聞きます。チーフパーサー。それかキャプテンも CP ですね。あー。うん、はい。そのじゃあ結構役職持ちってことであれなんですね。あ、そうですね。レンさんはあのね、もらった名刺の中で一番硬かったです。え、もう白紙に名前みたいな。そのあの物理的な硬さっていうんですかね。ああ、ごめんなさいごめんなさい、硬いじゃなくて。そう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 。チタンの。他の方はまだ曲げられる硬さなんですけど。まあ言ってもラミネートって言ってもそう、ね。そうそうそう。ほぼ曲がらない。え？へえ。クレジットカードみたいなこと思う。ん？クレジットカードとかと同じぐらいってこと言ったら。に近いかもしれない。へえ。あれに近いんだ。やば。そう。あ、この方が、連呼もできるよって教えてくれたんですよ。あ、ホスト側からの提供なんだ、メンコって。そうそうそう。あ、なんでもありだ。なんでも。ね、そんな、レンさんなんですが、外に顔出しをしてらっしゃらなくて。はい、おぉ。なんでかって。パネルにないってこと？あ、そうそう、パネルで写真が出るときも、そのお面とかで顔を隠してるらしいんですよ。はあはあ、で、なんでかっていうと、病院で働いてるらしい。あ、顔バレ NG なんだ。そうそうそう。先生とかやってる人もそういうこと？あ、そうですね。なんか、心臓外科で働いてるって。すげえすげえ。あ、なるほどね。姫の心もわしづかみってことだ。物理的にも。掴んだらダメだろ、わしは。はい。うん。っていう、面白い方でした。すごく顔が綺麗だ。そもそも、病院で働いてて、給料悪いわけじゃなさそうなの。だからもう、お金じゃないんですよね。なるほどね。ほぼ趣味みたいな感じなんですかね。そういう心でホステって言うと強いよな、多分。やりてえ。強いでしょうね、きっと。やりてえ。やりてえ。次！はい。ちょっと、お名前忘れてしまったんですけど、もう一人ついてくださった方がいらっしゃって、その人がね、マジで無理だったんですよね。来た！ここからです、本編。本当無理だった。まあ、無理だった人二人いるんですけど、一人目ですね。ヤシココさんって言うんですか。あ、こんにちは、すいません。よろしくお願いします。あ、じゃあ仮でヤシココさんとしておきます。じゃあヤシココ X にします。ヤシココ X。 ヤシココ X さん、なんかね、来て早々ね、男性器の話をされてね。ああ、すごい。ちょっとやばいな、X。うん、X やばいんですよ、マジで。X やばくて。で、なんだったかな、なんかのね、例えツッコミでね、G スポットかよって言われたんですよ。うわ、すごい。うわ、そのなんか、ライトな下ネタかと思ったら、もう全然違ったね、もう。そう。びっくりして、私もその、体勢がなくて、どう返したらいいのか、本当にわかんなくて、キョトーンとしちゃって。来るぞ来るぞの下ネタならまだしも。いきなりそんなね、G スポからぶっ込まれたの。そうなんですよ。そんなにね。言われたりとか、そのおっぱいも触られましたし。え？うわ。なんか、うわー。ダメでしょ、もう。もうお金払ってんのに、なんでセクハラされなきゃいけないのと思って。いや、それはそう。うん。で、なんか最後に、俺の接客が100点満点中何点だったって言われたんで、笑顔で3点ですって答えてあげました。それはそう。テストは3点、笑顔満点だ。いや、しここ X か。X ね、3点です。染色って言った。染色体の X かも。あ、ちょっと。そういう、で、3点ですって言ったら、なんか、急に歯が欠けてました。え？歯？
え3点って言葉そんなパワーあるの？わかんないけど、なんか、え、歯かけたわとか言ってて。見せてくれた歯。見せてくれた歯？よし、ここじゃん本当だ、前が私が親知らず抜いた時に僕に送ってきたやつじゃん、もう。あー、よし、ここ X だわ。ねえ、何恥じなかったねよ。あー、すごいな。怖え、はい、伏線回収だ。怖い怖い。あ、よかった、回収できて勝手に。もう一人いたんですか？そう、もう一人嫌だなって思ったのが、ハクさんっていう方で。ハクさん、うん、ね、お店のナンバーワンの方だったんですよ。え、ナンバーワンが？そう、なんか指名数もナンバーワンで、売り上げもナンバーワンで、みたいな、うん、もう文句なしとナンバーワンですね、うんうんうん、そうなんですけど、なんかね、ホストっていうよりも、うん、もう酒やくざ大学生みたいな、うわあ、ため息出ちゃった感じで、すごいめっちゃ飲んでいいですかみたいな感じだし、なんだろうな、基本自分の自慢話をしてくるんですよ、ね、それゴーリー X だおいしてねえ、自慢話はしてねえよ。したいボケしてるだけだろ。基本的に話の主語が俺はみたいな、俺はこういうことやってこういうことしたらナンバーワンになれて、で他にもこういう仕事やってて、なんかブランド物とかもいっぱい持っててみたいな感じで、私も接客業やってたから、逆にこっちが接待モードみたいな感じに入っちゃって、そうそうそう、お金払ってそれ聞いてるわけですよね、うん、それお金もらいたいんだけど、そんな話されてたらそうなんですよ、なんかね、それで一気にグッと疲れちゃったんですよね人の話聞くのって結構疲れますもんね。あ、そうなんですよね、別に興味ないですし。そうそう、確かに、うん、お客さんのことキャバ嬢だと思ってるね、あ、なんかな、水商売の入れ子構造みたいな不思議な、ね、感じ、全然人間に興味津々なんですけど、なんかそこまで度が強い自慢話を聞かされると引いちゃうんだなっていうのを学習しました、うん、あ、なんか、なるほど、聞かされるのと聞くのはちゃいますからね、やっぱり。あ、確かに、なんか自分からその興味で聞いて実はみたいなのだったら普通に興味持って話聞けるけど、ね、自主的に出てくるとおっとっとってなっちゃいましたね。おっとっとですね、それは。はい、っていうのがナンバーワンの人でした。はあ、悲しいナンバーワン。なんでナンバーワンなんだろうな。2日目にいて分かったんです、その理由が。いや、え、2日目行ってる、2日目行ってんの、2日目行ってんの、初回行ったから2回目も行かなきゃと思ってすごい、そう、行ったんですよ。ちょっと先に2回目の話だけしますね、はい、なんか別に、このハクさんは指名に選ばなくて、私は別の方を指名で選んで入ったんですね、はい、誰ですか？あ、それが、あと、後で話そうと思って、はじめさんという方なんですけれども、はじめさん指名で入ったら、初回は、ずっと1対1でお話ししてたので、そんな感じなのかなと思ったら、4人テーブルで、私がいて、その指名担当ピがいて、前に2人、ヘルプのホストがついてくれる。集団面接じゃん。面接官だけど ね、そう感じで、でそのヘルプにハクさんがついてくださったんですよ、はい、でその普通に私はお話をするのが好きなので、別にあんま飲む気なくて行ったんですけど、うん、すごい飲み芸をしようとするんですね。あ、自分から飲みに行くタイプお見せをしようとしたり、その担当日が立ってる席を外してる間とシャンパンを入れてこさせようとしたり、うわぁ、ヤクザだな。そう、なんかしっかりね、売り上げ作ろうとしてきてるし、その席外してる間に入れたシャンパンは、うんうん、白さんの売り上げになると、いや、多分担当さんの売り上げになるんだと思うんですけど、でも、なんで、その、飲み物を飲ませようとしてきてるかっていうと、2回目以降は入場料プラス指名料を
プラス飲み物でどん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 加算されていくみたいな感じだったんですね。そうですよね。うん。だからその飲みゲーをやっていっぱいいっぱいお酒を出せば出すほど売り上げが立つから、うん、なるほどなるほど、そういう進め方をしてあなたは売り上げを作ってきたのねと思って納得、ナンバーワンになったのね。納得しました。体力勝負ですからね、仕事なんて。うん、はあ、そしたらその、うん、はじめさんっていうのは？はい、はじめさんはホストを始めて2ヶ月ぐらいの方で。うぶだね、うぶな少年や。で、なんかね、普通に顔が良かったから指名しました。まあ、結局そうだよな。そう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 。え、ちょっとその顔って名刺とかにないんですか？ちょっと見たい。イケメンハンターやし、ここが。ありますよ。来い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 。来い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 。どうしようどうしよう。あ、じゃあ、スクショ送ろう。僕は今、悠長にコーヒーを飲んでます。来い来い。なんだろうな。あ、写真来たって思ったら違った。翼だった。はははは。翼だった、青木さん。頼む、頼む、頼む、頼む。来い、まあ、始め。あやべ、ちょっとボケてる、ごめんなさい。これタイプね。あジャニーズにいる。いや、いるな。いるけど、誰にとかじゃない。ジャニーズ。スタダの顔してる。なんか、俳優さんっぽいなって。って思いました、若手の。そうですね、うん、アイドルってよりかは演技やるアイドル、そうですね。いや、事務所が違うな。ジャニーズではない。そうそうそう、ジャニーズではない、絶対ジャニーズではない。すいません、失礼いたしました、うん、おじさんがね、でしょ、また本当に。ああ、なるほど。まあ確かに、でもすごいいい話はしてくれそう。あ、え、ああ、すみません、インスタでちゃんとした写真を送りました。愛してるって、愛してるって本当だ、この顔で。うわ、リプライで返せるんだ、これちゃんとね、返すタイプ。はいはいはい。で、はじめさん、本当に私ちょろいんで、めっちゃ可愛いねって言われたんで、嬉しくなって。っていうのと、あとなんだろうな、普通に会話ができた？わかる。普通に会話ができたでポイントになるの、面白すぎる。イケメンプラス会話ができた。はいはい。まあ、顔に甘えてないってことですね。そう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 。はいはい。なんか、すごくガブガブがっついて、来なかったし、みたいな、うん、顔もいいし。が一番初めて間もないからこそなのかな、逆に。あ、かもしれない。そうかも。なんか、そうですね。なんか、やこれからどんどんね、がっついてくるかもしれない。うん。あ、でも、今、今月？先月だったかな？ナンバー5って言ってたんですよ。え、メッキーメッキーじゃん、もう。うん。あ、だけど、なんか、ナンバー4とナンバー4、5の間が、なんか結構桁が違うらしくて。あ、四天王だ。そう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 。なんか、5に入るのがおこがましいみたいなことを言ってて、あ、謙虚で、謙虚でよろしいなって思った。はぁー。そういうタイプ。はい。そういうタイプでした。で、そう、私はその初日の送り指名に、はじめさんを指名して、はい。で、LINE 交換して普通にお店を去ったんですよ、はい、あ、ここからアフター編に入ります。お、わ、まあ、僕正直そのアフターってとこ分かってないんですけど、あ、聞くだけ。なるほど。アフターっていうのはお店が終わってから、どこまでや、もうやばいな、はい、お店が終わってからホストが姫と一緒に自主的に遊びに行く、ご飯食べに行ったりとか、飲み直したりとか、はたまた枕営業かけてくるとか、はあはあ、なんか半分仕事、半分営業、半分プライベートみたいな感じですかね。はあ、お給料は発生してないけど、今後 の、 その売り上げのためにやってる営業活動、長期的なあれで見て、うん、そうですね。果たしてで、私はそもそもの目的が元気を取り戻してラーメンを食べるっていうことだったので。ああ、まあそうですね、そもそもそうですね。そう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 、ね、テンション出すためですもんね。そうそうそう、だから確かに私はそのちゃんとホストクラブでいろんな人と喋ってみなぎったので力が、はい、ラーメン食べ行こうと思って、うん、ホストに出て近くの味噌ラーメンのお店に行ってわーいなラーメンを食べました。美味しかったです。最高。で、ラーメン食べてる時に電話かかってきてて、なんかこれから会えるみたいなことを送ってきたんですよね。すげー。
聞いてる。すげえや。あ、今日ありがとね。この後会いに行く、どこら辺にいる？って来てて。彼氏じゃん。うるさ。もう。確かにちょっと、ちょっとね、リア怖くな感じがする、この子。怖く、うん。なんかね、普通にエレベーター待ってる時とか、めんこいねってさらっと言ってきたりとか、めっちゃ可愛いみたいなことをね、スッと言ってくるんですよね。うまいなと思って。はぁ。うん、はあ、しか言えないよ、ね、言えないでしょ誰。そうそうそう。でこの LINE 来た時に私普通にラーメン食べてたんで、あ、ラーメン屋さんにいますって送ったら、うん、もう少し一緒にいたいからこの後会いに行っていいって。うわー、すげえ。来て、私は承知いたしましたって返したんですけど、仕事じゃん。あの、私前編通してホストさんと喋る時上司と話してるみたいな感じで話してたんで、その可愛い、結局マインドが出てる。なんか可愛いねって言われても、あ、恐縮でございますって言ったりとか。秘書。すごいな。そうしてた。で、食べ終わってから一回合流して、はじめさんと、で、コンビニでお酒とおつまみちょこっと買って、私そのすすきのにホテルを取ってたので、ホテルまで一緒に来て、はい、部屋で飲もうぜってなって飲んでました。ホテルで、ホテルで、なんで、なんで静かになったの。え、店で飲んでるな、あれ、ホテルの部屋で。今なんか聞き逃したんかと思って、びっくりした。ホテルでか、すごいな。ね、本当にね、あの、今思い返すと本当に危機管理能力が、いやもう欠落してるなと思います。 その旅行とラーメンハイで、ね、これいわばセックス寸前ですもんね。そう、そうなんですよ。ここからが聞き逃しないように。え、もう次の瞬間にはババーンですか。音声の袋閉じだ。で、ホテルに帰ってきて普通に飲んでたんですけど、はい、その時にね、すごいね、枕営業をかけてきたんですよ。わー、大変だよ。冗談で済んでね。あ、でも先に言うと、あのね、性行為してないんです私。あ、ちょっと残念だった。なるほど。テンション下がったぞ、この男。ちょっと下がったね。なるほど。してなくてよかったな。ああ、よかった。ね、普通に、なんか、なんでホストになったのとか、その、なんで静岡から北海道に旅行に来たのとか、はい、中学校どんな子供だったみたいな話を。占い師。占い師な。全然。雑談してた。なるほど。そう、それで、あの、はじめさんは元刑務官らしいです。え、すごい経歴。ね、面白いですよね。旭川刑務所で働いてたらしいです。大変だったんだろうな。ねえ、あの4、で、うん、枕営業の話が気になっちゃって、もうこちらは僕よりあんたの方が気になってる。詳細希望で。やばいやばいやばい。ねえ、もうね、酔っ払って、お互い酔っ払ってきてるんで、うん、はじめさんが多分枕する気満々っぽい感じなんですよね。まあ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 、なんか後ろからそうバックハグしてきたりとか。え、そういうことあんの、ちょっとびっくりした今。全然ある、あるで、あってる、まあ、ホテルの部屋だしな、人いないし、一人はもう落ち着いてる。あ、まあまあまあ、そうかそうか、まあそうなのか、そうそうそう、おじさんもう今、え、そうなの、え、したりとか、あと全然一人の部屋を取ってたんで、ホテルが。あ、そうっすよね。そうだから、そのベッドに横並びで座ってたんですけど、はい、ちょっと下をしてこようとしたりとか。発狂に残った。先生の持ち前の腹筋がもう大活躍。でね、私は体幹が強いので、グッと。え、よ、さすがです、さすがでございます先生。お見事。ありがとうございます。見たりとか、あとね、なんかあの、ほっぺプニってやると口がうんってなるじゃないですか。まあなりますよ、うん、それをはじめさんがしてきて、私なんか別に来るものを拒まずなので、そのまま喋ってたんですよ。怖い。で、なんかちょっと喋ってる間にも静寂が訪れた時に、
それは何キス待ちって言って僕嫌な記憶がなんかえ続けてください、とりあえず何でもないわかりましたキス待ちって言ったんですけどあ、違います違いますっていうのでさーっと流したりしてのはじめさんはね2時前ぐらいまでいて3時に帰っていきました。粘ったな枕はしなかった。私も明日朝早いって言ってたしなんか今考えたら別にしたらしたで面白かったなとは思ったんですけど、おもろでクスらしちゃダメですよ。あ、よかったよ、大事にされてください本当に。でもはいはいはい、はい、でもそれってもう2日間計あったわけですけど、はいはいはい、いわゆる旅行先じゃないですか、もうこれから始めとは終わりってことね。ちょっとそれを今日相談したくて。え、あ、なるほど、本編の本編だ本編だ顔がいいから会いたいんですよ純粋だそうなるほどね。そう、普通に話すのも楽しいし、まあさっきの聞いてる感じ。そう、そのはじめさんが北海道生まれ北海道育ちだから結構文化のギャップもあって面白かったんですよ。私がその魚の受精の話とかしても全然あの真剣に聞いてくれるし。ん？ん？あ、いいな、魚の受精っていいですよね。いいですよね。待って待って、え？嘘？え？え？僕だけ？え？え？まあ、続けましょう。とりあえず。あ、いいですか？大丈夫？いいですよ、いいですよ。そう。で、普通に楽しかったからまた会いたいんですけど、また会ったら、その多分ね、シャンパンとか入れさせられると思いますし、普通に、そのためだけに北海道に行くんかお前はっていうね。そうですね、行くならなんかの用事のついでが、そうなんかコスパっていうかね。がありますし、っていうので、私は、この、彼と今後どう向き合っていけばいいと思います。婚約前みたいな。愛だね。なんかね、愛ですね。愛だね、これもね。結構難しいな。なんだろう、闇散らかしてて心が弱ってるのも相まって。あ、そうなの、ね。なんかね、人肌恋しい。なるほどね。すみません、あの23歳のリアルな闇が今垣間見えてますけれども。ですね。はい。若え 23？ 今。そうじゃんこの人。いや僕あれよ、あさって27の男だ。え、おめえやっぱあげじゃん。あざあざ49おめでとう。おいおいおいそうか、わけ20だってやばやば、お兄さんじゃん。おじいさんくそーこいつらマジで。で20歳有名人、はい、いや、よくないよくない、僕年齢出してない、これ全部今 P なんですよ失礼しました。 P と同じじゃんって言われるだけだから確かに。わかりました、はい、もう水沢さんはね、はい、もう強盗しましょう。お前1個目の提案それじゃねえだだってほら、多分ホスト今始めたばっかだけど、うんうんうん、多分またホスト嫌になっちゃう日が来ます、初めも。あ、初めどうなった時、うん、前職に戻るはずあ、でもそしたら、はいはいはい、次の出会い。あ、なるほど、刑務所しかない。刑務官と囚人の禁断の恋。あー、もう最高。違う、そこに入れるって限らないよあ、もう全然知らないとこ入れられたらもう。聞いて聞いて、あのね、はい、はじめさんがいた旭川刑務所は結構ね、重めの方が入るところでよし大強盗しないといけない。強盗そうそう、大強盗。なんかいるのは10年以上の懲役か無期懲役の人、または殺して強盗みたいな、ヤクザ関係の人しかいない。国家の転覆出たあー、なるほどね、はい、もっとないもっとさ、もっと恩恵に済ます方法ないない。もっと恩恵に済ますっていうのは時間か金か何かを使いますよ。でもまあそれしかないでしょ、だって今刑務所も失うもの大きすぎるから、うん、僕が思うのは、あ、でも静岡ですもんね。うん、そうなんです、静岡だもんな。
関東に住んでたらこっちでホスト行きゃいいんじゃないって思っちゃったけど、うんうんうん、まあるでしょ静岡にもあって別にあるから僕ら、うん、あるっちゃありますけどね、まあ初めには会えないかな、初めには会えないし、そうそうそう、その鈴木のレベルじゃないしね、そう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 、きっとね、あの方言ダベダベ男しかいないと思うんです。なんかマジでこれ根本的な話になってきますけど、はいはい、それこそマッチングアプリとかはしないんですか？あ、それね、仕事中にそれ今日思い出して、はい、提案されたら、はい、うん、このその場で登録してやろうかって思ってました。え、今事例踏みました僕。あ、踏んでない、踏んでない。ああ。声の調子で怒ってる風に聞こえちゃうかな。あ、違う、なんか、ちしてやろうと思ったって言うから、なんか。あ、今右足地雷にかかったの。あ、全然。これ話したらボカンが。やってほしいな、でも。タップルやってやるみたいな感じでやろうと思ってました。恋人じゃあまだ登録してないってことですね。なんか、あ、そうですね。その、プロフィールだけ登録して、あれです。本人確認してないから、誰とも連絡が取れない状態になってる。しちゃいましょう。はい。なんかその、初めに会えない気持ちを、うん、その、いやでもマッチングアプリやってるしっていうので、一貫、ちょっとは落ち着けられるかなっていうのは。確かに。マッチングアプリやって、いいねをたくさんもらって、承認欲求を上げれば。そうそうそう。女性があってもらえるし。そうね。やるか。よし。そしたらね、まあ片隅に初めはいるかもしれないけど、ね、だんだんその存在がちっちゃくにもなれば。初めから、これも。ね、営業がかかってくるかもしれないけど、無視するか。そうね。虫、大虫、大虫、これまた北海道に用事ができたらもう始めリターンね。そうね、枕用意してるぐらいの。よく寝れる枕ね。用意して待ってるの。そうそう、ダブルの部屋だけど。びっくりしちゃうな、逃げて帰っちゃうかも。性病もらったら嫌だし。ああ、もうリアルな話だ。そうなんだよな。何やとしてるか分かんないんだ結局。でも性病の話し始めたら終わり本当に。もう、あ、そういえばさ、なんかちょっと前に怒りでさ、怒りというか、うん、話したさ、コンドームをつけない男に怒ってる話したじゃん。ああ、してましたね。あれ、北海道らしい。北海道はちょっとね、奔放すぎる。そうなんだ。偏見とかじゃないですよ、これ。あの人も北海道らしいですよってだけ今。あ、でも、じゃあ、北海道関係なくホストっていう。くりで言うと、私の友達、あの、生でされてました、枕。え？営業なのにマナーがなってないとか。ちょっと。それだけはダメ！よくない、よくないね。自己満足はもう、あれです。あれね、コンドームつけよう活動。普通に社会貢献ラジオ、正しい性知識を。そうそうそう、あの、本当に、あの、薬飲んでるとか関係ないから、そうマナーですからね。そう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 、いきなり初対面の人にビンタするかって話よ。そういうレベルだからって話。あ、ゴム手袋つけてビンタするって話。違う違う違う、バカ野郎、握手だ。握手をしろ。別に薬飲んでても性病が移りますからね。そう、性病とかね、エイズとかもあるから、マジで。そうそうそう、エイズ、皆さんはもうダメ。エイズになったらね、エイズになったら献血できないですよ。よくないですよ。本当にそう。ないし、そう、誰から移ったか分かんないからね。怖いね。もうなんか何人ともやってたらね。怖いね。自覚を持った方がいいです。ゲスト呼んだ回の終わりが性病防止の啓発。コンドームをつけよう。本日の美食。それなんだね。コーナー名決まっちゃったけど、4週間しかないけどね、11月は。はい。ということで、もうちゃちゃっと紹介します。もう僕すぐ終わるんで、僕いいですか？はい、どうぞ。今画像送ったんですけど。まず、毎週画像貼んなきゃいけない。ちょっとだるいんだよね、YouTube に。え？久々に。カラオケ屋のポテトじゃん。いや、オリーブの丘に中学生ぶりくらいに行って。へぇー。行ったことね。へぇー。そのポテトがめちゃくちゃ、もうこれガーリックで、はいはいはい、コーティングされてても頭がおかしくなるうまさでした。ツヤツヤなのガーリックオイルと、ツヤのテッカテカのガーリックです。あー、悪いねこれ。いいな、よくない ね、 これ悪いね。更新される時間は夜だというのに。奥のピザとかやばいよ今。ね、めっちゃ美味しそう。宣材写真かと思うもんこれ。いやー、これめちゃくちゃ美味しかったです。上手に写真撮れましたねこれ。撮りました、拙者。拙者ですね、はい、拙者です。水沢先生は何かありますか？はい、私は函館で食べた塩ラーメンがとっても美味しかった。うまそう、いいやつ。
ずる。卵こぼす。これ手前かまぼこっすかこれ。手前ねお麩なんです。東北とか北海道のラーメンでなんかナルトっぽい感じでお麩が乗るらしくて。ナルトも乗ってるなんだ。そうそう。お麩にねスープがしみしみに染みてとっても美味しい。頭おかしくなっちゃう。函館の塩ラーメンってなんかラーメンっていうよりもお蕎麦とかおうどんに近い感じ。ああ優しいんだ。そう優しくてさらっと食べれてとっても美味しかったです。ずるい。ずるすぎる。いいなぁ、お腹すくねぇ。ぜひ、ぜひ北海道に行った際に。わかりました。おねごりさんは？僕ね、最近、自分史上一番うまい餃子が作れたんですよ。お、手作り？すごい。なんか言ってたなぁ。僕ね、このラジオ、第1回の概要欄、得意料理は餃子ですなんですよ、確か。そうですね。確かね、そうそう。そう、餃子をね、ちょいちょい作ってて、はいはい、そう。まあ、毎回美味しいんですけど、この間作ったのが抜群にうまくて、マジで。へぇー。自分で、そんなにええって言っちゃうレベルで。これ何が、この、美味しい餃子を作る秘訣、もちろん自分の中でポイントは何個かあるけど、はい、今回変えたポイント、生姜をすりおろしたやつ入れちゃうっていう。チューブじゃなくて、それ大事でしょうね。それで変わるんだ。やっぱすりおろしたやつ入れるともう熱しても香りが断じ、もうチューブは結構飛んじゃうけど香り。ああ、なるほど。ああ、そう、やっぱすりおろしたて入れるとめちゃめちゃ違うんで、もう焼き方とかはもうググった方法が一番いいです多分。焼き方はググれ、うん、焼き方生姜は他のすれ他の具材もそうググっていいから、生姜はちょっとチューブはサボっちゃダメだな。すりおろしたものを入れると香りが断じでございますので、皆様ねお試しいただければと思います。エンディングもこれぐらいかな、はい、餃子の王将の社長を暗殺した犯人が捕まったことは関係がありますか。あー捕まったね。それでは皆さんまた来週、真実を明らかに。ジャーナリズム精神を。マッチングアプリやります。